演習1.17番、これは、空間上の3点を通る平面の式を求めようということです。で、これは、普通はですね、高校の時は習った方法で考えますと、求める式を ax プラス by プラス cz イコール d と置いて、d イコール1と置く筋もあるかもしれないですけど、 d もしかしたら0かもしれないのでちょっとわからないので、イコール d と置いて、それで3つの点を通りますので、それぞれ xyz にその数を代入してですね、つまり a-2b+3c=d と、それから 2-2a+2b+c は d と、もう1個はマイナス3a+b+3c が d と、こうですね。で、これの2倍をどうしましょうね。c を消しましょうかね。そしたらこれの3倍をこれに引いて、これとこれから、これの3倍をこれに引くと、これの3倍、これからこれの3倍引きますかね。3倍、-6、7a。それから、-2、-6なので、-8b、イコール、-2d と。それから、これとこれで、上から下を引きますと、これは 4a と。これ、-3b、イコール、d で0 ですね。で、これで a と b に解けますんで、でこれは、こう対角線に掛け算しますと、-21+32ですから11ですね。で、こう比べるの公式使うといいんですが、それで、-2d×-3 がここに答えになりますので、6d と。それから、b は、11の、ここに代入してもいいですけど、クラメルの公式もう一回使いますと、7a0 で -4×-2d ですから、ここは 8d と、こういうふうになります。クラメルの公式はですね、行列式の単元の、118ページ、クラメルの公式ですね、使うと、代入法を使わないで暗算でできますので、ちょっと計算が早くなります。で、これゆえに、でどれかに代入するんですが、 6d11分の 6d-、ここは -16d 足す3倍の c が d になるということなので、それ11で逆算しますと、11分の、7、21÷3 で 7d とか、こういうふうに、なります。ということで、ゆえに、それをここに、代入すると 6x+8y+7z は11ですか。なかなかちょっとこういうの計算自信ないんですけど、こういうふうに求まります。で、これには一応計算量は変わらないんですけど、別解がありまして、別解、あんまり嬉しくない別解なんですけど、演習問題の、10.7 というのを見てほしいんですけど、3点、空間上の3点が与えられたときに、その3点を通る方程式の、3点平面の方程式は、こういうふうに求まると。これ、XYZ で、この場合は 1-2、3-2、2、1、-3、1、3と、こういう 4×4 の行列式を求める、4×4 の行列式自体はこの第1章ではまだ習ってないわけですから、それは第10章までいかないと習わないわけですが、一応そういう知識を使うとですね、こういう 4×4 の行列式というのがあって、これをこう展開すると、
さっきこっそりやってみたんですけど、まあ同じ式が出ると、7z-11 と、出るので、まあ、これ検算ができるというようなことが言えます。まあ、イコール0ですね。まあ、これが答えと。で、はい、括弧2ですが、これは、今時は、高校では教えないのかもしれないんですけど、まあ、一応、平面の中での直線と、点との距離というのは、習うので、まあ、それと同じような公式がですね、こういう公式が、成り立つのです。ですと言われても証明がないんですが、ですので、まあ、これを使えばですね、まあ、0たす0たす、原点からの距離とこの場合は言われてますので、引く D、D は11ですから、こうやって、でこっちは6次乗たす8次乗たす7次乗と、36と64と49ですから、下1桁が9で14、149分の11ルートの11と、まあ、有理化しなくても、まあ、いいでしょう、ね、勘弁してください、まあ、こういうふうに原点からの距離は求まります。以上です。